男子高校生が食べるような量のカツ丼なんで、あった。あれ？はい、こんにちは、くっちです。あきおけです。はい、今日は、紅葉ツーリングの帰りです。お腹すいた？すいた。ベコベコです。お昼のビリです。今日は三田台渓谷に来ているので、奈良を経由して大阪に帰ろうと思うんですけど、まあ、奈良で何を食べるかなって考えたら、学生の頃に行ってたような店に行ってみたいなと思います。サイカラーメンとか、よく足の血を連れていくというか、最近バイクとか車に乗るようになったら、スッと連れていくようになったので、まあ、ラーメンじゃないもので、なんかこう、学生の子に食べたもんってなんかないかなって考えたときに、たまたま、この間、ツイッターのフォロワーさんが、すげえ懐かしいお店を、行ったっていうツイッターに開けていて、店の名前も当ててたんですよ。ちょっと思い出したんで。そこに行ってみたいと思います。でお店は、とんかつ屋というかカツ丼屋です。で、学生男子高校生が食べるような量のカツ丼なんで、まあまあまあ半端ない量はね。しかも運動してた男子高校生が食べるようなんで、今となって食べれるかどうかちょっと自信がないけど、まあ、せっかくなんで、奈良県天理市にある豚吉本店まで行ってみたいと思います。わぁ、普通のサイズもあるの？どうだったかな、覚えてない。もうなんか、超絶でかかったっていうことしか記憶にないし、なんかそれしか頼んだ記憶にない。なんかちっちゃいのを頼んだ記憶がないんだよね。なんか、果てしなくでかいのを腹いっぱい食ってた。当時でもなんか食うの腹いっぱいだったな。イメージしかないんかな。わからないです。わからないです。調べてないです。あるっていうことをツイッターで知って、あるんやみたいなのを、そのフォロワーさんとちょっと話をして、なんか行こうと思っただけなんで、実際今空いてるかどうかとか調べてないです。ヤフーカーナビに入れたら住所あったんできるだけです。なんでもし空いてなかったら、まあ、天然まで行ったんで、まあ、サイカ見て、あ、ZZR や。あれ乗ってたのよね、昔。あれ乗ってたのね、高校生の頃。まさにあの色で。学生の頃の話をしてたら、学生の頃乗ってたバイクは。そうだね、それ違ったね。そうだな、なんか。なんでちょうどいいかなって。まあ、空いてなかったらサイカなんやね、そこまで行ったら。前回の教訓に関して、今回鍋の音小さくしてます。前回、なんつうの、ワインディング中、ずっとなんかそこ左ですとか、そこ右ですみたいな。ずっと喋っとなるや。なんか、叫んでだけの人のことは全然入ってなかったんで、今回はちょっと、改善しました。ただ、全く切ると、わからなくなるので、場所が。怖いよね。昔、ね、10代とかの頃は、地図見てこう、バイク走ってたのに、動いてたし、なんか記憶ね、道を覚えてからバイク乗ったけど、今はもう、ナビになってからね、覚える気すらせえへん。全く覚えられへん。もうすぐやな。確かになんか川沿いだったイメージは確かにある。川沿いだった気はするから、これ、もうは。でも当時は歩いてきたからな。無理もんじゃなかったかな。わかんないよ。歩くのは走るのは。空いてるかな。今夜その530円。あ、こんなとこあったっけ。あれ、こんなとこあったっけ。え、どれ？なんかあった。あったあったあった。あった。閉まってます。本日は定休日です。最悪や。早いからじゃないか。マジか。マジか。
あれ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 よいしょ、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 お前に言うとんの。サイカラーメンも食べに来たよな、今日はな。うん。サイカラーメンも食べに、天にまで来たよ。うん。はい。投票しが閉まってました。定休日でした。調べずに来てしまいました。サイカラーメン大と、チャーハン食べました。学生並みに食べました。タンクにお腹が疲れとる。ただね、もうね、250軍のガソリンがなくてね、この子はお腹を疲れしてるらしい。うん、この子にも、ご飯あげないと、帰れるんやろか。メモリ復活する。ガソリンメモリ復活する。俺お腹いっぱいになったら、この子もお腹いっぱいになったらし、傾きやな。重さで変わったんや。関係ない、タンク一緒に沈んでるから。よくわからんこと言うねん、持ってくれる。はい、250にもガソリン入れましたよ。エブルも入れましたか。はい。エブルの方が燃費いいもんね。何やて何やてそれは言うたらあかんのや。こういうバイクに燃費を気にしたらあかんのや。それは言いこなしや。え、もう終わりじゃないの？何が？締めないの？締めコメントがないまんまダラダラダラだって。締めよう。25アルバムがそれに入れて満タンになったんで、あとは大阪に帰るだけなんで、今日の動画はここまでとします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。それではご安全に。ご安全に。これでよろしい？うん。これ納得した？ニュートラルの次が韓国。どういうことやね？